これは何かというと、最初出てきた FPL のフィールドパーミニッツ、1分間に獲得したナイキフュエルのテープミニッツが10件を持っています。次に E ラプスなんですが、これセッションの継続時間で、最後にセッションで稼いだ総ナイキフュエルが表示されています。わかりやすいと思います。でこれらの数値はセッション中に短くボタンを押すことで、途中経過もすぐに確認することができるので、やってみてください。さあ、そしてここからはお待たせしました、 iPhone の登場でございます。今度はね、 iPhone アプリを使って見てみましょう。